フランスリーグアン第19節のランス対スト、スブール戦が現地時間9日に行われ、アウェー、ストラスブールが1-0で勝利を収めた。ストラ、ブールの日本代表 GK、川島英二も先発フル出場、勝利に貢献している。今シーズンの欧州サ、ワダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料、試し実施中。川島は11月の先発復帰以来9試合連となる先発フル出場。5-0で大勝した前節に、戦に続いて2試合連続のクリーンシートを盗塁し、最近7試合のうち4試合を無失点に抑えた子になった。チームが優勢な戦いをする中で気にさらされることは少なかったが、確実なプレーを見せたと、川島は評されている。イタリア、スイは、試合について伝える中で、ストラスブーの川島英二にあまり仕事はなく、セーブは2回、けだった。それでも必要な時にはうまく対応していたと記した。地元メディア、ディレクト、シンでは MF イブラヒマ・シソコに10点満点で、8の独最高点をつけ、川島を含む6人がそれに次ぐ、7。DeNA は川島を含めた7人を最高タイの7とした。地元ディア・アルザスポーツではこれらの祭典にいて伝えつつ、特に良かった選手として革命嫌で言及されたのは、川島とシソコの2人だ、述べている。ストラスブールにとっては今季の連勝となり、降格圏から遠ざかる意味でも、きな勝ち点3、次節は、サンテティエンヌを方に迎える。両。